突町で思い出した最近なんかさ、なんだっけ、あの、いじめられて学校行けませんみたいな厨房から4人ぐらい、あのー、メール来たから、お前のご両親持参で、今度、とつまするからな。お宅の息子さん、いじめられてるみたいで、俺に助け舟出してきたんですけど、って。俺が助けてやっから。ちゃんと その後の進路まで俺が面倒見てやっからな。最悪口聞いて N 個を入れてやっから。夏のあたりに俺、夏のさ、入れてやってくださいよ。うちの、かわいいかわいい視聴者がいじめられてるんですよ。っつって。口聞いてやっから。しかも、俺、これ毎回毎回言うけど、もしそ、そいそのいじめが原因で自殺しようと思ったら、まず俺に電話してこい。てか、そいつを殺す許可を俺が出してやる。最悪そいつぶっ殺せば、 その少年院まあ4年4年で出てこれからお前が死ぬよりそのいじめてるやつぶっ殺して4年間少年院で出てきた方が多分いいから本人だけしとけよ親まで殺すもしかしたら死刑なかもしんないから本人だけしとけ殺すのはそりゃもうしょうがないだろう効率がいいだろうそっちの方が自分が死ぬんだったらそいつを殺して刑務所に4年 4年間入って、構成 <laughs> して出てこい。<laughs> 俺のこと聞いてるから、多分。気が楽になっただろう。さあ、最悪、え、すげえ強くないああ、そっか、最悪こいつ殺しちゃえばいいんだって思いながら行け学校に。<laughs> 何持っとけあの、腹、腹巻きに度数、ドス、ドス持って学校行けそれ、すげえ楽じゃねえ。あ,あ、最悪俺こいつ殺せばいいや、つって行け <laughs> クソ楽じゃねえか、それ。 気が楽にな,な,なっただろう最悪だってそうでしょそんな俺自分が自分の息子だったらさもういじめられてどうしようもなくて殺しちゃったっていうんだったらまだ許せるけどそいつにいじめられて自殺したってなったら俺許せないもん俺が多分そいつ殺すもん <laughs> 俺に相談してこいよ もうそれ仕方ないだろうそこまで追い込まれたらもう仕方ねえだろうそこまで追い込まれたら,らそうなる前に俺に一回連絡してこいよ俺が電話で,で電話してやるお前ふざけんなよつってお前何俺の仕いじめたーってやめろなっつってあれしようスカイプでお互い突させてあれさせて話し合いさせてお前つってお前の言い分聞いてやるよつって仲良くしろなーって言って よろしくお願いします。<laughs> 足させばいいよってさ、そうだな。だか殺すとさ、めんどくせえがさ、とりあえずなんか腕の、腕とか足とかぶっ刺しちゃえばいいんじゃねえそしたら、ちょうどいいな。多分、無所にも入らねえし、た多分それぐらいで刑務所入んねえだろうし、もう俺はいじめられて死に、もう死にかけたんです、つって。 うん、それぐらいにしとけそれほど悪だろそれほど俺会社でそういう考えを持ってから楽になったよ <laughs> あそうだよななんか僕は誰からも必要とされてないんだとかさいじめがつらいよーってなったらもう最悪そいつ殺すしかないよね <laughs> 最悪言えそうやってお前さ 本当に僕のことをいじめたら俺本当に殺しちゃうかもしれないから勘弁してくよやめてっつってナイフを持って本当やめた方がいいって俺うんこちゃんに言われていじめられて自分が自殺そうになったらもう本当にその人のこと殺せって言われ,る言われてるからもう本当やめてこれ以上マジでやめてくれって絶対そんなやつやめるから絶対し学校でいじめなんかやってるやつって集団でいじめるだろう 絶対できねえから、あんなこと言われたら。<laughs> お前、お前を殺したくないんだって言え、ね <laughs>。俺はお前を殺したくないんだ。お前も俺に殺されたくないだろって言えばもう絶対やめるから。<笑>,笑顔で言え。それどうよ。使っていいよ、それ。自殺するっていうところまで追い込、追い込まれたらな。 追い込まれたらもう俺はやっていいと思う。それは余計にいじめる。いや、絶対ビビってできねえって。えこいつマジかよって。忍ばせてるじゃんちゃんとって。奥の手持ってるじゃん無視されるいじめは無視されるいじめなんかもうどうでもいいじゃん、そんな。むしろ。逆にそれを。<laughs> 俺、その会社1年目の時に、なんかすげえ、チェアホヤされて天狗になって、一時期、上司からソース感ンから 食らってて、最初の1ヶ月は病んでたんだけど、えこれって逆にチャンスなんじゃねえか誰からも声かけられてることはやりてえ方じゃねえかよつってやりてえ方でやって、最終的に死ににまでになったから大丈夫だぞ。前例がある。俺は王国気づいたから、それで,で。俺の、俺が嫌いなやつみんなやめてって、根性ねえからやめてって、いじめなんかせやつ結婚、根性ねえんだよ。全員やめてって、あの、憎たらしいやつみんなやめて、すごい悪いやつみんなやめて、結局俺が一番だったから、大丈夫だ。虫が一番。 残ったそう俺が最後まで残ったってことは俺の勝ちだからな俺の勝ちな <laughs> 言ってくれ主任手当500円でやってました500円だっけな5000円だっけな分かんないけどとにもかくにも安かったわとに<あ>もかくにもいきなり包丁首つけてこれ以上俺を殺せるなんて言マジでいじめなだけるよ <laughs> まあそうだよなでもさ最近さあんまそういう 文化ってなくない高校生とか中学生がいじめするっていう文化ってまだあんのネチネチしたいじめって。昔みたいになくねえか今ってあるのまだ。がっつりあんのなんか SNS でやってんだってか、SNS でいじめとかダっさだサ。 正面でやれよって感じでしょだって SNS でいじめなんから見なきゃもうほんとそれで終わりじゃん。負けじゃん。いじめてる方が。気づかねえじゃん。いじめられてることに。